アンデウソン・シューバは、ブラジルと、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。パラナ州クリチバ出身。アメリカ合衆国ロサンゼルス在住。チームのゲイラ所属。キラービーズムエタイカレッジ主催。元 UFC 世界ミドル級王者。ジルマルセフ元ブラジル大統領と、シューバ細長い腕と足からザ・スパイダーの異名を持ち。 長い獅子とバックボーンの無タイで培った強烈かつスピーディーな打撃、また優れた動体視力と反応速度を駆使したスウェイやラッキングなどの卓越したディフェンステクニックを武器に長期にわたって UFC 世界ミドル級王者として君臨し、総合格闘技におけるパウンド4、パウンド最強候補の一人と目されていた。また、前世紀での圧倒的な強さとカリスマ性から、 ザ・グレイテスト・オブ・オール・タイムと称された。UFC において、前回級を通じて、王座の在位期間が UFC 史上最長であり、前回級を通じた最多連勝記録も保持する。王座最多連続防衛記録でも、初代 UFC 世界フライ級王者のデメトリアス・ジョンソンに次ぐ、歴代2位の記録を有する。サンパウロに生まれ、経済的な理由から4歳の時に、 クリチバのおばの下へ預けられた。クリチバでは、まず柔術を学び、テコンドーを8年間学んだ。その後、ムエタイを3年間学んだ後、シュートボクセアカデミーに所属していたファビオの牛の下で7年間トレーニングを積んだ。その後、才能がフジマール・フェデリコ会長の目に留まり、シュートボクセの本部へ移籍した。2001年3月2日、初参戦となったシュートで、 加藤哲史と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2001年8月26日、シュートミドル級タイトルマッチで王者の桜井マッハ、即陣に挑戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2001年11月26日、プライド参戦と階級転校を理由に、シュートミドル級王座を返上した。 2002年6月23日、プライド初参戦となったプライド21でアレックス・スティーブ・リングと対戦し、ドクターストップで TKO 勝ちを収めた。2003年3月16日、プライド25で元 UFC 世界ウェルター級王者のカーロス・ニュートンと対戦し、タックルに合わせたカウンターの飛び膝蹴りで小勝ち。同年6月8日、 プライド26で高瀬大樹と対戦し、三角締めで一本負けを喫した。2003年11月に、アスエリオシウバラとシュートボクセアカデミーを離れ、ムエタイドリームチームを結成するもすぐに離脱。2004年9月11日、刑事令次世界ミドル級王座決定戦で、リーマーレイと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。 2004年12月31日、プライド男祭り2004で、長男両と対戦。打撃で優勢に試合を進めていたが、3R にカニバサミからのヒールホールドで、逆転の一本負け。その後、シュートボックスアカデミーの藤丸会長の政治的圧力によって、プライド離脱を余儀なくされ、主戦場を刑事例時に移す。この頃から、 信仰の深いアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、アントニオ・ホジェリオ・ノゲイラらと共に練習をするようになり、シウバも、従術・チャオビで、寝技のスキルは、もともと低くなかったが、総合格闘技で、高いグラップリング技術を持つノゲイラ兄弟の手ほどきを受け、さらに、グラップリングのスキルを磨くことで、後の活躍への基盤を作った。2005年には二人から黒帯を授与されている。 2005年8月5日、ミノタウロことアントニオ・ホドリゴのゲイラが地元で主催した大会、ミノタウロファイトでボクシング戦を行い、小勝ちを収めている。2006年1月20日、ランブル、オンザロック8のウェルター級、トーナメント1回戦で、オカミユーシンと対戦。優勢に試合を進めておきながら、グラウンド状態のオカミに対して、ペダラーダを放ってしまい、 反則で失格負けとなった。2006年6月28日、UFC 初参戦となった、アルティメットファイトナイト後で、クリス・リーベンと対戦。前進したリーベンを、左ハイキックでぐらつかせ右ジャブ、左ストレート、右フックのコンビネーションでダウンを奪うと、パウンドで攻め立て、立ち上がったリーベンに首相撲からの右膝蹴りで、再び、ダウンを奪い返し49秒の小勝ち。 ノックアウトオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2006年10月14日、UFC64 の UFC 世界ミドル級タイトルマッチで王者リッチフランクリンに挑戦。首相撲からの右膝蹴りでフランクリンをぐらつかせ、左ハイキックで追撃し、直後に首相撲からの左膝蹴りで再びダウンを奪い 1RKO 勝ち。 u f c 参戦2 0 0 0目にして、王座獲得に成功し、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2007年2月3日、UFC67 で、トラビスルターと対戦。テイクダウンを奪われるも、直後に三角締めを極めながら、肘打ちを連打し続けて 2R 一本勝ち。なお、この試合は UFC 世界ミドル級タイトルマッチとなる、はずだったが、ルターの体重超過で、 ノンタイトルマッチに変更された。2007年7月7日、UFC73 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで挑戦者、ネイサン・マーコートと対戦。シングルレッグのテイクダウンを狙うマーコートの左足を取って逆に、テイクダウンを奪い、すかさずパウンドで1キコ勝ち。王座の初防衛に成功し、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年10月20日、 UFC77 の UFC 世界ミドル級タイトルマッチで挑戦者、リッチ・フランクリンと再戦。1R 終盤に右フックでダウンで奪いダメージを与えると 2R 序盤に首相撲から右フックで再びダウンを奪い、スタンドパンチ連打と左ローキックで追撃し、最後は左膝蹴りと右膝蹴りの2連発で TKO を勝ち、2度目の王座防衛に成功し、 ノックアウトオブザナイトを受賞した。2008年3月1日、UFC82 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、プライドウェルター級王者団ヘンダーソンと対戦。1R は、テイクダウンを奪われ、グラウンドのポジショニングで劣勢に立たされるも、2R 中盤に、膝蹴りとパンチレ打ダで形勢を逆転し、下になったヘンダーソンからバックを奪いそのまま、リアネーキドチョークを、 極めて一本勝ち。三度目の王座防衛に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイト及びサブ・ミッション・オブ・ザ・ナイトを同時受賞した。なお、この試合によって、プライド・ウェルター級王座は UFC、世界ミドル級王座に併合された。2008年7月19日、UFC ・ファイト・ナイト、シルバ・ VS ・アービンで、ジェームス・アーピンとライト・ヘビー級契約で対戦。 アービンの右ミドルキックをキャッチした状態から、右ストレートでダウンを奪い、パウンドで、開始61秒の小勝ち。2008年10月25日、UFC90 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで挑戦者、パトリックコーテと対戦。優勢に試合を進める中、3R に、突如、コーテが右膝を打球し、続行不能となり TKO 勝ち。 4度目の大座防衛に成功した。積極性に欠ける試合運びとなったため、試合後に UFC 代表のダナホワイトから彼の戦術を理解できなかった。あれは私が過去2年間にわたって見てきたアンデウソン・シューバじゃないと批判を受けた。ターレス・レーチと対戦するシューバ2009年4月18日、UFC97 の UFC 世界ミドル級。 タイトルマッチで挑戦者、ターレスレイチと対戦し、3から0の 5R 判定勝ち。5度目の防衛に成功するとともに u f c 級連勝を達成し、それまでホイス・グレーシーの保持していた UFC 最多連勝記録を更新したが、前線に続いてまたも消極的な試合運びとなったため、会場からはブーイングが沸き起こった。UFC 代表のダナホワイトは、 シューバのパフォーマンスを恥ずかしいとした上で、今も彼がパウンドフォーパウンド最強の男だと信じているとも述べている。2009年8月8日、UFC101 で、元 UFC 世界ライトヘビー級王者ホレスト、グリフィンとライトヘビー級契約で対戦。階級差をものともせずノーガードで挑発しながら、スウェート、ダッキングで、グリフィンの攻撃を避けつつ、 パンチで2度のダウンを奪い、最後は交代しながらのカウンターの右ジャブで、グリフィンを大の字にし 1RKO 勝ち。ファイトオブザナイト及びノックアウトオブザナイトを同時受賞した。2010年4月10日、UFC112 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで挑戦者、デミアン・マイヤと対戦し、終始優勢に試合を進めて、3から0の 5R 判定勝ち。 この勝利により、キトオーティズとマット・ヒューズが保持していた UFC 最多防衛記録を更新する6度目の大座防衛に成功したが、試合中のマイヤーに対する度重なる挑発行為と後半の消極的な試合運びに対して試合終了後まで会場からブーイングが沸き起こった。UFC 代表のダナホワイトは試合中にベルトをチューバーのマネージャーに渡して刑事サイトから去り、 試合後の記者会見で、シウバのパフォーマンスを痛烈に批判した。2010年8月7日、UFC117 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで挑戦者チェールソネンと対戦。腰を負傷していたためか、試合では終始多くの場面で有利なポジションを許し、また、ダウンを喫するなど苦戦を強いられ、4R までのジャッジの採点で大差をつけられていたが、5R に、 下から腕ひしぎ三角固めを極めて大逆転の一本、勝ち。七度目の防衛に成功するとともに、ファイトオブザナイトとサブミッションオブザナイトを同時受賞した。2011年2月5日、UFC126 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで挑戦者、ビトウ・ベウホートと対戦。1R 中盤に、ベウホートのパンチをスウェーでかわし、直後に、 左前蹴りでダウンを奪い追撃のパウンドで小勝ち。8度目の大座防衛に成功し、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2011年8月27日、ブラジルで開催された UFC134 の UFC 世界ミドル級タイトルマッチで挑戦者、オカミユーシンと再戦。1R 終盤に左ハイキックをヒットさせると、2R 序盤に右チャブでダウンを奪い。 その直後には、右フックで、再び、ダウンを奪って、追撃のパウンドで TKO を勝ち、9度目の王座防衛に成功した。2012年7月7日、UFC148 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで挑戦者チェールソネンと再戦。1R は前回と、同じく開始早々テイクダウンを奪われ、 マウントポジションまで許すも、2R にスピニングバックエルボーを外し尻餅をついた、ソネンに、ボディへの右膝蹴りを浴びせ、パウンドで攻め立てると、立ち上がったソネンに、右ストレートでダウンを奪いパウンドで TK を勝ち、UFC 最多防衛記録を更新する10度目の防衛を果たし、ノックアウトオブザナイトを受賞した。試合後には、 トラッシュトークを浴びせられた因縁の相手であるソネンと握手を交わし、肩を組みながらマイクアピールを行った。2012年10月13日、母国ブラジルで開催された UFC153 でステファン・ボナーとライトヘビー級契約で対戦。自ら刑事キワーに下がり、ノーガードでボナーのパンチを交わす余裕を見せつけた後、足払いで下がったボナーにすかさずボディへの膝蹴りで、 ダウンを奪い、パウンドを浴びせ1ティコ勝ち。この勝利で、UFC 最多連勝記録を更新する16、連勝を達成した。世界王座陥落2013年7月6日、UFC162 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで、ミドル級ランキング1位の挑戦者、クリス・ワイドマンと対戦。激しく挑発を繰り返すも、2 r 2 左クをスウェーでかわしきレズダウンを奪われ、追撃のパウンドでキャリア初の小負け。約7年間、防衛回数10度にわたって守り続けてきた UFC 世界ミドル級王座から陥落した。ブラジルではこの試合を大手地上波テレビ局のヘジグローボが録画で放送して約2400万人が視聴した。2013年12月28日。 UFC168 で、王者クリス・ワイドマンにダイレクトリマッチで挑戦。2R に放った左ローキックが、ワイドマンの膝に直撃し、シューバの頸骨と肥骨を完全に骨折。リフェリーに試合続行不可能とみなされ TKO 負けを、喫し、王座奪還に失敗した。後日骨折の手術を受けるが、シューバが、執刀医に最初に尋ねた質問は、いつトレーニングに復帰できるんだ であった。別の日にはタイトルを再び手にするまで引退するつもりはないと復帰の強い意志を語った。2015年1月31日、1年1ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC183 でニック・ディアスと対戦し、3から0の 5R 判定勝ちを収めた。試合後、試合前に行われていた薬物検査から、 禁止薬物のステロイドの一種であるドロスタノロンとアンドロスタンの陽性反応が検出されたことが発表され、さらに後日、試合当日に行われた薬物検査でもドロスタノロンと不安障害や不眠の治療に使われる禁止薬物のオキサゼパムとテマゼパムの陽性反応が検出されたことが発表された。これを受けてシューバーは決まっていた TUF ブラジルシーズン4のコーチを 交番している。2015年8月の校長会でシーバは、ドロスタノロンについて、正規脳増進目的で服用したサプリメントに、本来含まれているはずのないステロイドが混入していた、と潔白を主張し、オキサゼッパムとテマゼパムについては、試合前夜に抗不安薬と睡眠薬として、ベンゾジアゼピンを服用したことを認めたが、ネバダ州アスレチックコミッションは、 中盤の答弁を却下して1年間の出場停止と38万ドルの罰金処分を課し、試合結果もノーコンテストに変更した。2015年4月、テコンドーでリオデジャネイロオリンピック出場を表明。しかし、6月10日、ドーピング違反の処分取り下げを求める、訴訟の準備に専念するために、五輪出場を断念することを発表した。 2016年2月27日、1年1、5月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイト、シルバ VS、ビスピンでミドル級ランキング7位のマイケル・ビスピンと対戦。3R 終盤に飛び膝蹴りでダウンを奪ったものの、0から3の 5R 判定負け。破れ走ったものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年7月9日、UFC200 で、 ジョン・ジョーンズの代役として、大会2日前のオファーを受けて UFC 世界、ライトヘビー級王者、ダニエル・コーミエと、ライトヘビー級契約で対戦。左ミドルキックを効かせプレッシャーをかける場面があった。ものの、テイクダウンを切れず、グラウンドで劣勢となり0から3の、判定負け。2017年2月11日、UFC208 でミドル級ランキング8位の、 デレック・ブランソンと対戦し、約4年半ぶりの勝利となる3から0の判定勝ちを収めた。2017年11月10日、米アンチドーピング機構が10月26日に実施した競技外の抜き打ち検査でシウバにアンチドーピング規則違反があったと発表。2018年7月18日、ウサダはシウバに陽性反応が検出された時に接種していた。 サプリメントを提出させ、その中から禁止薬物が入っていた栄養サプリメントを特定して、シウバがその栄養サプリメントを購入していた、ブラジルの調剤薬局から独自に複数のサプリメントを入手し分析した結果、アナボリックステイロイドや利尿薬が混入したいくつかの汚染サプリメントを確認したことを発表した。これにより、アンチドーピング規則違反が汚染サプリメントによるものと、 認められたシューバは出場停止期間が短縮され1年間の出場停止処分を受けた。2019年2月10日、2年ぶりの復帰戦となった UFC234 でミドル級ランキング6位のイスラエルアデサンヤと対戦。スウェーやダッキングで打撃をかわすなど前世紀さながらの動きを見せ、時折パンチをヒットさせるなど検討するも0から3の判定負け。 破れはしたものの、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。当初、同大会のメインイベントは、ロバート・ウィテカーとケルビンがステラムの UFC、世界ミドル級タイトルマッチが予定されていたが、ウィテカーが、腹壁ヘルニアで、大会当日に欠場したため、アデサニアとシューバの試合が、同大会のメインイベントにスライドされる形となった。2019年5月12日、 UFC237 でミドル級ランキング10位のジャレット・キャノニアと対戦。1R 終盤に右インドーキックを受けた際に右膝を負傷してダウンし、そのまま起き上がれず TKO 負け。2020年10月31日、UFC ファイトナイト、ホール VS、シルバでミドル級ランキング10位のユラヤ・ホールと対戦し、4R に右フックでダウンを奪われ、 パウンドで TKO 負け、2020年11月19日、UFC からリリースされた。ボクシング復帰2021年6月19日、約16年ぶりのボクシング復帰戦となった、トリビュートツー・ザキングスで、元 WBC 世界ミドル級王者、フリオセサールチャベスジュニアと対戦し、8回2から1の判定勝ちを収めた。 この試合は182ポンド契約であったが、チャベスが前日の計量で184.4ポンドと2.4ポンドの体重超過をしたため、ファイトマネーから10万ドルをシウバに譲渡する条件で行われた。なお、ジャッジ3人のうち1人が77から75で、チャベス勝利につけたが、合計打撃数では、シウバ392発。 チャベス153発とシウバが倍以上の差をつけた。ありがとうございます。